目指すは稲葉山城だ。全軍進め。まずは手近な砦を奪い、足がかりにするぞ。稲葉山城は父上でも落とせなかった剣城。前線は危うい。位置は本陣の守りを頼む。分かった。ここは任せて。あんまり無茶はしないでね。 総大将が自ら先陣に立って武働きとは、織田の当主は噂通りのうつけなのか。足がかりとする砦を確保できたようだな。あの男、非凡の将か、まことの。 引かせていただく。 わざわざ敵に断りを入れて引くか。腕は立つようだが妙なやつよ。うつけ殿に兵法というものを教えてやり。まずい、斎藤勢を抑えきれぬ。斎藤勢が押してきている。このままでは本陣を守りきれぬぞ。敗走。 東西から同時に敵が。一方だけでも私が何とかしなければ。信行はあちらに動いた。ならばもう一方の敵は俺たちが止めるぞ。ここで斎藤勢を食い止める。織田の本陣に行かせてはならぬ。 災いは穿つのみ。やっちまうぞ。相手はあの斎藤道三。しかし兄上ならばきっと。油断は禁物でございます。おばか、信長様を過信して命を縮めることなきよ。 出撃の合図を。敵本陣を叩くんだ。合図が出たか。おい、俺も行くぞ。敵本陣を落とせば親父も俺を皆を巣だろう。西側の脅威は去ったな。あとは東の敵さえ抑えれば、織田ごときに勝手はさせぬ。
出るぞ。開門。おりとりゃ。斎藤勢は焦って砦から出てきて、奴らを掃討し、道山の元へ攻め進むぞ。どけどけ、俺の邪魔をするんじゃねえ。この俺と力比べをしようってのか。これより先に進ませはせぬ。我ら美濃三人衆の部、徳と美よ。徳なし、参れ。どうにか織田の勢いを止めないと。ご詰めに出陣の合図を。先ほどから小細工しているのは道山ではなくあいつか。捨ておけんな。なんとか本陣への攻撃は防ぎきったか。だいぶ兵を消耗してしまったな。敵本陣落とせると思ったのに、戸田勢は思ったよりもしぶといみたいだ。たものだな。尋常に勝負いたせ。やっちまうぞ。邪魔者は覗いたぞ。進め。ほう、なかなかやる。織田信長、ちと興味が湧いてきたわ。無策で稲葉山城を落とすつもり？いくら勢いがあっても無茶だと思うな。彼らの力を見くびってたみたいだ。すべて増援が止んだか。残る連中はそこが知れていよう。先へ進むぞ。そうやすやすと進ませぬ。者ども押し出せ。この音、敵兵を鼓舞する陣太鼓か。見過ごせんな。よっ。
系の士気を高められては厄介だ。あの手の連中は先に倒しておくに限る。道山様のもとへ行かせるものか。俺の刃で止めてみせる。戦場で手合わせ願おう。開門。だいぶ手こずった。父さんまではもうすぐだ。たわけが無策に突っ込んできたが。やっちまうぞ。城を攻める余力まではあるまい。ここまで追い詰めたが味方の損害も大きい。城攻めはまたの機会だ。こたびは引こう。